皆さんこんにちは、タレコです。前回に引き続き今回も検証企画です。少額予算でも勝てる買い方を探せ、生まれん御殿街検証。パチ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 。今回の買い方は、軸は単勝1から3番人気から選んで、紐は単勝4から8番人気で固定します。この買い方はもちろん私が編み出したわけではなく、ネット上で検索していたらなんだか当たりそうだし、予算的にも私にもできそうだと思ったので、実際に挑戦してみようと思いました。前回の検証動画よりもかなりおったまげな結果になっているので、どうぞご覧ください。846、全然ダメでした。いけ。9頑張れ。わあ、4来ないで。1頑張って。91。やったー。出走表を見てるときは、まあ、98硬いかなと思ってたんだけれども、まあ、一番人気になっちゃったけど、9に絞ってよかったです。イエーイ。2頑張れ。2頑張れ。2と4以外。2と4以外。わあ、ダメ。3頑張って。どこでもいい。2頑張れ。3頑張れ。2着何？2…8…6？ これは結構つくんじゃないよ。生まれんで一番うつつくかも。違うかな。生まれ。おー、43倍。12ね。はい、頑張れ。わ、すごい早そう。あー、11、12強いのかな。わ、早い。いやー、12待てないで。頑張
張れ、中2頑張れ。いやー、中1強いな。中1強そう。わあ、頑張れ頑張れ。中2頑張って。え、青？青買ってない。4番は買ってないけど。え、4番買ってないって。え、3番来てほしいな。2番手。順番分かんなかったけど、おー、すごい。え、3連勝やば。3連勝だよ。どうしちゃったの。イエーイ、3連勝。では、気になるオッズは、じゃん、2380円、 23.8 倍。イエーイ、もう永遠にこの買い方しちゃうかも。いけ、1頑張れ。1いけ、1いけ、いい場所取ろう。1いけ、頑張れ頑張れ、1頑張れ。2着でいいから、1前開くかな。うわー、厳しいか。いやー、1頑張れ、1頑張れ。あー、わー、全然ダメか。1、もう12ダントツ。え、12、5番人気12。12、7、これは7、めちゃくちゃ荒れたんじゃない。ひー、いや、これはダメでした。というか、ルール通りやっても当たりませんでした。ワープスピード起きてくれたら激アツだけど、それはやめてほしい。生まれるんだから。カリエラ来るかな。カリエラが怖いな。武豊の1枠の成績連帯外してないんだよ、天皇賞で。2100とかだったかな。怖い。いけー、スタートしました。あれ、14番。あー、意外と前だ。そうだよね。ドゥレッドまた前じゃん。なんかそのまま行っちゃいそうで怖いね。あ、タスティーラそこにね、いるね。後ろか、タスティーラ多分前にいないとダメな気がするんだけど。してるかもしれない。59秒7だって。シルバーソニック落馬しなくてよかった落馬っていうか暴れなくてよかった。怖え怖え怖え、頑張れ頑張れ、いけ。お、テオロやる、テオロやる、来い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 、テオロイヤル、来い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 、いけ。
けいけ。お、六、六いいよ。六二着いいよ。六。ディブトンドじゃない六。頑張れ頑張れ。え、中来ないで中来ないで。え？中来てる。中来ないで。なんか来てる。あ、サモーナ来ないで。あ、あ、14、14、6。力めっちゃ来てる。あ、五来た。え、五来た？あ、外からめっちゃ来た。あ、五来た五来た。お、お、お、じゃあ、わあ、五勝ってない。あー、5起きちゃったー。あ、5買ってる。あ、5買ってる。シールゲー初じゃん。おめでとうございます。え、でもディープボンディープボンドえ、4年連続2223着すごくない？おめでとうございます。すげえなぁ、うん、ブローザ本すごい買ったね。31歳シダジョッキこの買い方をやってみて思ったのは、予想を時短できること、普段買えない人気薄も選べること、が見りにくいことかなと思いました。今回は本当にたまたま運が良かっただけかもしれませんが、またどこかのタイミングでこの買い方で稼げたらいいなと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。コメントもどしどし待ってます。